一美味しい。毎日食べてる。業務スーパーの冷凍のライチがめっちゃ美味しいです。で、凍ったまんま食べるのが好き。こんばんは、ライチです。ハートがすごい、ありがとうございます。みんな夜ご飯何食べた？ステーキ、ハンバーグ、チキン、寿司、マック、すき焼き、麻婆豆腐、カレー、うどん、コンビニ。コンビニ？塩ラーメン美味しいよね。目なそう、やった。昼夜どっち？ダブル肉厚ビーフにポテ投げない、やば。刺身いいね。ラスト。うんうん。凍ってるライチシャリシャリしてて美味しいんだよ。指が死んじゃうけど、冷たくて。バラとハートと結婚してすごい。ありがとうございます。あー、なんかひな祭り。ありがとうございます。アイス感覚で食べれる。私もフェメナス行きます。あってフェメナス行くって人多いね。フェメナス行くよって人、明日。うん、手が冷たい。あ、いる。クラムチャウダー食べます。晩ご飯です。ちょっとなんかお昼を変な時間に食べてしまったので、今です。晩ご飯ライチが食後のデザートとは思ってた。逆です。完全に溶ける前に食べたかったの。
味しい。見て、これデザートじゃないよ。ランチ食べてるから寒くないって聞こうとしたらクラムチャウダー出てきた。おもろ。こんばんは。うまい。わかる、クラムチャウダーって美味しいよね。だからなんかね、今年の冬っていうか今年度の冬かはめっちゃクラムチャウダーにハマってます。作るの3回目ぐらいかな。うん、3回目かな。うまっ。そう、前も配信で食べてました。やほやほ。ほぼ毎日お鍋です。だってでも鍋良くない？ヘルシーだしさ。たまに安藤系レシピの餃子。それは母ちゃん喜ぶわ。あと10日で700日だって。あと11日ってことじゃ。なんか難しい説明してるね。こんばんは。おいしい。前乗りで新潟に来てます。だって明日ペメナソか。晩ご飯はクラムチャウダーとライチです。今
日いちご買おうかと思ったけどやめたの。お腹空いちゃうかな。高かった。400いくらしたからちょっとやめた。ライチがあるしいいやって思って。食べた食べた。明日さどんなメイクしようかなって思ってて、どんなメイクがいいと思う明日って言われてもなって感じですよね。ちょっとこのポーチの中を整理整頓しようと思って、どうしようかな。整理整頓しないと多分これは多分使わないかな。何がいいかな。これちょっともう結構経ってるし捨てようかなって思ってるのがあって、コンシーラーちょっとこれはさよならします。だいぶ経ってるから、買って使ってから。これ使ってないな、なんか固まってきちゃってる。これもちょっとさよならしようか。夏はよく使ったんだけどな、今はちょっと使わないからって言い始めたら、多分絶対ドレッサーの中が一番やばいんだよな。ドレッサーの中も結構たあとマスカラ買い替えたいんですよ。マスカラって使用期限めっちゃ短いんですよね。だから買い替えなきゃなとか思ってたりはするんですけど、あそうちょっとあんまりちょっとあこれ なんだか分かんないね。目の前のもの映っちゃうからあんまり近くには見せられないんですけど、スック、あ、こうすれば見える？スックのチークをいただきました。ガタ姉さんからめっちゃめっちゃかわいい、めっちゃかわいいんです、めっちゃかわいい。しかもスックのさチークのいいとこってめっちゃ薄いんですよ。見てこれスック、これセザンヌ、セザンヌより薄いんだぜ。本当に嬉しすぎてちょっと固まった。ありがとうございます。だからこれはノエさんの卒業公演の時にいただいたんですよ。その時にお会いしたので、ガタ姉さんに、だからその時につけました。だから明日もこれをつける予定。そう、でも私のお気に入りの見てもうスック続きなんですけど、アイシャドウ、これはもういつ衝動買いした時、おととしかな。もうこのこれがめっちゃかわいいんですよ。マジでスックが手出せないよ、手出しづらいんですよ。スックが高いから。スックに似ているのはあのキャンメイクの
シルキエスフレズスフレズアイズみたいなのが似てるのあるので、でもそれも発色がいいからすごくおすすめなんですよね。違う、私はね整理整頓したかったの。でもチークがさ 1,2,3,4 4つ入ってるんだよねチーク4つ入ってるんですけどどうしよう。いやユナコからもらったやつも可愛いんだよな。ゴールドラメが入っててアディクションのチークなんですけど、これユナコからもらったんですけど、見てこの、わかる、この黄色っていうかゴールドのラメが入ってるチークなんですけど、これも可愛いんだよね。可愛いんですよ、キラキラしてて、わかる、どんだけ頬あるんだって。2つしかないんですよ、2つしかないのにチーク4つあるっていうこれじゃあちょっと、これあーこれは春っぽいな。ちょっと待って、春メイクにこれは絶対可愛いんだよな。あーうわー、ちょっと待って、ちょっとこっちは違う、ちょっとチークの比べをちょっと皆さんにご紹介します。めっちゃ可愛い。紹介されてもって思うじゃん。聞いて、じゃあ私の話を付き合ってこれアイシャドウとしても使えるやつも私使ってるんだけど、アイシャドウとしてちょっと見えづらいんですけど、じゃん、これがこのね、この本当にピンク、春っぽい桜色みたいなさ、桜色っていうかピンクっぽい、ピンクっぽいっていうかピンクなんだけど、ピンクのチークがこれなんです。これは自分で買ったやつなんですけど、クリニークのジンジャーポップって色なんですけど、かわいい。これはなんだろう、あの本当にチークにあんまりこだわってなかった時、色、チークの色にあんまりこだわってなかった時にこれをずっとつけてました。この色をこうやってでもなんか自分はあんまりピンクピンクよりかはなんかオレンジっぽい方がいいのかなって思ってつけてた。最近前つけてたのがこのここの、あ、見えづらいね、こういうオレンジ色のこのセザンヌの05番の色なんですけど、これは私よくアイシャドウとしても使ってるんですよね。だからそれぐらいなんかこのこんなにナチュラル感が好きなんです。かわいい。でこれさっき見せたユナコからもらったチークがこれ、わかる、このやっぱつけるとさ、これ指でつけてるからなんだけど、全部ねブラシでつけるとふわっとするので可愛いんですけど、見てこのさ、このキラッとキラッてなの、かわいい、かわいいかわいい、めっちゃかわいいんですよ。これ生誕祭の時につけてました。でこれガタネーさんからいただいたやつがこれです。なんかさクリニークと違うよ、違うし、ここのさセザンヌちょっと見えづらいんですけど、セザンヌとも違う、もうこのこのね、もう絶妙、かわいい。明日の、明日これかな、明日これですね、明日これ使います。明日のチークこれ決定これは多分オレンジにしてもブラウンにしてもピンクにしても多分合うチークだなってちょっと今思ったのでこっちにします。かわいい。セザンヌとクリニークの間くらい、セザンヌとクリニーク、うーん、なんかセザンヌと、セザンヌはオレンジなんですよ、私が持ってるやつは。これはこの方姉さんがこうプレゼントでくれた
ものはピンクとオレンジが混ざってるなんかコーラル系の色なんですよね。でクリニークはピンク、あのアディクションピンクなんだけどゴールドな目が入ってるからちょっと違く見えるって感じで、めっちゃ可愛い。あーなんかすごい、ありがとうコンペット。あともうこれ、これはすごくずっと愛用してるから、これは絶対落ちない、一軍から落ちません。あーこれも好き、これリップなんですけども、私が絶対好きな色。最近やっぱなんかピンクっぽいメイクをするから、でも明日のオレンジメイクにしようかな。明日何がいいと思う、ピンクかオレンジか。ピンク最近やってるんだよな。でも黒い衣装だからピンクだとちょっと負けちゃう気がするんだよね。ちょっと強めの方がいいのかなって思ったりもするから、明日はオレンジかブラウンにします。決まるのが早い。決まるの早いな。はい、かな。ちょっとチークはほんといっぱいありすぎだな。チークいっぱいありすぎ。あのこれはちょっとゴミ箱行きです。こちらありがとうございました今まで。あと最近 B アイドルのリップもよく使ってます。これかわいい、ちょっとつけよう、血色ないから。今日は何も食べてない。もう食べ終わったんです。もう食べ終わったんですよ。もうだって初めて25分経ってるから食べ終わってます。捨てるならくれって言うけど、使う場面ある？使用期限過ぎてるのよ。かわいい。春は絶対ピンクメイクをするって決めてるの。そうですかって感じですよね。そうなんです。使います。使わんでいいよ、使わんでいいよ。保湿クリームも入れてるんだ、ちゃんと詰め替えて。そうじゃないとさ大変なことになっちゃうから、お肌が。よいしょ、入るかな。あ、入った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 、はい、入りました。イエイイエイ、入りました。いえいえじゃない、保湿クリームが入らなかった。完成、じゃん、私のメイクポーチ。絶対さ前髪クリップこんなにいらないんだよな。お家に使うようにしよう。よいしょ、なんかもうさ染めないとさプリンになってきた、見て。てかすごいさ色落ちするようになったよね。最初は全然色落ちしなかったのに、もうすごい茶色、茶色になっちゃった。よいしょ。これで多分大丈夫。電池も入ってるし。そのクリップは何のため？私前髪浮いちゃうんですよ。パカパカーってなっちゃうから、ちょっとそのため。やばい、リップかわいい。リップかわいい。
きた私のメイクポーチ。明日のやばい、足しびれてきた。春っぽい髪色、春っぽい髪色、なんかそれこそさ、ミルクティーみたいな色に したいなって一回は思うの。ミルクティーベージュみたいな、かわいいんだよ。でもね、すんごい明るいからさすがにちょっとしないですね。いつもと同じカラーにしてもらいます。かわいい、手がかわいくなりました。すんごい痛むよ。そう、マジだよね。かわいい、手がかわいいけどちょっとキシキシ。あの系統の色ってブリーチ必須じゃない？ブリーチしないとダメかもね。ミルクティーだとほぼ金色になっちゃうね。どうなんだろうね。でもさ、ミルクティー可愛いんだよね、色が。黒に戻す予定は。ほんと黒髪好きだな。似合いそうだって嬉しい。今から伸ばしてどれぐらい伸びるかな。春はちょっとだけ伸ばしたいなって思ってるんですよね。この鎖骨ぐらいまで伸ばしたいと思うんだけど、これってでさ、そう、暑くなったら切るんだけど夏になったら切るんだけど、これぐらいってどれぐらい、どれぐらい伸びるかな。ダブルかトリプルブリーチ しないとはいないけいなないと入らないですよか。どれぐらい伸びるんだろう。3、4ヶ月伸びるかな。いや、こうやってさ、でもさ、髪の毛早く伸ばす方法ってさ、こうやってさ、髪の毛こうやってさ引っ張られると早く伸びるって言わない？すごい思うの。マジで髪の毛って本当に引っ張ると伸びるよ。本当に。また抜けちゃう。毛根鍛えようぜ。いや本当にね、でも私髪の毛伸びるの早い方だと思うんだ。ずっとさ髪の毛長かったから縛ってたりすると髪の毛早く伸びるんですよ私。あ、明日何がいい髪型、髪型何がいいですか。この長さでできる髪型なんですけど何がいいですか。ポジティで引っ張られた時はめっちゃ伸びてたのか。うん、伸びてたと思う。何ができるの。本当だよな、何ができるんだって話ですよねきっとね。ファンからしたら、皆さんからしたら何がしたいのどころか何ができるのって話ですよね。本当に、いや、すごい思う。それはね、すごく思います。どうしようかな。そのままで可愛いと思います。ありがとう。何があるかな。
あるかな。こうするとね、めっちゃここが消え出るんだよな、私。我慢できず髪切ってもうた。わかる、私前髪がそれでした。だって これもうちょっと伸ばしてから切ろうかなって思ってたけど、無理だった、無理、切るって思って切っちゃいました。ここが早く伸びてほしいな、やっぱりここがすごく早く伸びてほしいって思う。ショートって本当何ができるんだろう。崩れないのがいいんだよね。しかも私さ、これ似合わないよね、すごい思うんだけど。ちょっとわかんない。多分巻くかそのままか外羽かのどれかになると思います。まあそうなるよね、そうなの。そうなんです。とにかくここが早く伸びてくれって思う。早く伸びてくれたら嬉しいな。おでこはピメナソ公園ではあんまり出さないですね。フェメナソ公園って曲調が可愛い感じだから、でフェメナソは可愛く行きたいんですよ私。可愛い感じというか、まあ、変じゃないですか、姫姫結婚してくださいってっていう感じなので、っていう感じだと猫出しよりかは普通の髪型の方がいいのかなって思ってて。であれ出てこない、はるか村、はるか村は衣装がピンクだからメイクもオレンジよりかはブラウンとかピンクとかの方がいいかなって思ってます。で、はるか村はどっちかっていうと曲は可愛いけど、不思議な世界観じゃないですか。でプラスあとはるか村ってそんなに激しい曲がないから、この両サイドこの辺下ろしてるあのリンゴヘアとか、リンゴってか音符ちゃんヘアをしててもそんなに邪魔にならないので、はるか村は なんだろう、おろし系というか ここがさあっても邪魔にならないし、前髪上げててもそんな変でもないのでっていう感じ。ドラさんはとにかく踊るので邪魔にならない髪型にしてます。でドラはあの黄色の衣装なのでピンクよりかはやっぱブラウンオレンジの方かなっていう感じです、自分の中でね、っていう感じで私はちょっと分けてます。そう。ドラとにかくあのね、踊ったら崩れるから邪魔にならない、ダンスに支障が出ない、パフォーマンスに支障が出ない髪型にしてます。はい、そう、そんな感じです。
そうそう、やっぱ衣装と曲調をね見ますね。うん、かなっていう感じです、自分の中で。なんかだからドラの時にも音符ちゃんとかしたことあった気がするんだけど、とにかく邪魔だったんですよこの辺が。だから止めてもらってた気がする、やるにしたら。あんまりドラでは崩れやすい髪型はしないですね、お団子とか。うん、ソロ公演ね、どうしようかね、本当に本当に頑張んなきゃって思ってますこんばんは。音符ちゃんヘア好きだね、みんな嬉しい。って言ってもピメナソもね踊るからね、可愛い感じだけど邪魔にならないようなのがいいなって思ってる。ショートにしてからは両耳かけにすることが多くなりました、私。なんかね、片耳にするとなんかさ、こっちすごいスッキリして見えるけど、こっちなんかすごく重たく見えないって思って、なんかショートにしてからは両耳かけの方がなんかちょっと自分的に似合うなーっていう感じでやってますだからショートになって片耳ってあんまなかったんじゃないかな、片耳かけって、うん、あくびが。わかる気がしますっていう謎のこだわりです。そうそうなんです。配信終わったら洗濯物を干さなきゃかわいいブラウスをね買ってきたんですよ。いつ着ようかなって。11日にあるんだよね。11日。いつ着よう。11日と13日。単純計算でいうと12コーデ必要なのか、12コーデできるかな。できるかな。お洋服もさ、そろそろ本当春物を手に入れなきゃなって思いつつにらめっこしてるこれと何の服をどこに着ようか、どう着回そうか、にらめっこしましょうそう、着回しコーデ。なんか微妙なのよね。
なんかさ、一番微妙なのってさ、3月4月が微妙じゃない？なんかさ、あったかいのか寒いのかわかんなくない？気温がさ、だからさ、どんな上着着たらいいのかとか、どんな服着たらいいかわかんなくなっちゃう。だからもうそういう時はジャージがいいなってすごい思った。ジャージ、ねえ、明日は雪です。え、明日雪なの？あ、もしかして新潟によって違う？え、明日雪は困るよ。でも今日変な天気だったな。晴れのち曇りのうち雨のち曇りだった。え、待って、明日雪マークになってる。え、え、明日雪やん。ちょっと待って、雪です、明日。17時から雪のマークになってます。嘘やん。明日来る方、ほんと気をつけてね。久米那須公園に行くよーって方、気をつけてください。ちょっと充電しなきゃ、ローモバできない。なんかさ、4時間のバリアとかさが増えちゃってさ、今もう必死。明日絶対あれだよ、来る人折りたたみ傘持ってきた方がいいよ。雨降るかも、雪の前に。もうね、なんかね、昨日ねチャットで遊びすぎて、そう、昨日チャットで遊びすぎてなんか寝れなかった。私のローモバのギルドに入ってる方、あのチャットをさかのぼってみてください。私なんかすごい変なテンションになってます。でね、教えてもらったんだけど、もうね、中心の方に行くと、あのね、なんかね、その資源のレベルがアップしてて、採取できる数が多くなるんですよ。だからもう感動、マジで感動して、そう、傘持ってきます、持ってって。接種はワクチン、そうやな。なんか石がめっちゃ、石レベル4のところあるよ、遠いけど。でもね、この私ね、採取スピードアップってやつを使ったの。なんかもう今日頑張って採取してるんだ。頑張ってます。レベル4のさ、麦畑に行ってみたい。行ってるのか、私わかんない。もうね、ローモバ楽しすぎて、だからみんなの矢真ん中に向かってるやろ。うん、私さ、
全然ないなって思ってさ、頑張って探してたんですけど、もうそれから上の方を行くようにしました。本当だ、国王いる。国王を倒したらどうなるの？国王になれる？あーすごい、ありがとうございます。なんだっけ、コンペイト兵士増やそうかな。取り巻きに袋叩きになりそう。国王になるにはイベントで勝たないと。あ、そうなの、イベントじゃなきゃダメなの。そんな、そうなんですね。国王になりたいの？なんかね、慣れたらさ、なんかもういいよね。ワンダーベースを取り合うイベントで勝つと国王かな。へえ。平和モード、あ、なんかねそう、なんかね見に行ったらね、なんかねそう、資源取りに行こうと思って、なんかしてたらなんか見つけた。っていうお話でした。すごいレベル4のやつがいる。やつがいるだって。ちょちょちょ、やばい、ずっと頭の中でさ、ある曲が流れてるんだけど、これは歌わないって決めてるんだけど、歌っちゃいそうになる。めっちゃいい曲、もう本当にいい曲に巡り合いました。 TikTok 最高、最近本当 TikTok 見てる。永遠にループしちゃうよね TikTok って。すごく思います。あのさ、すごい思うんだけど、すごく思うんですけど、あの、はい、ギルドギフトのさ、ギフトのところをさ、いまだに届くんですけど、ボーナスは何ですか？その区別がちょっと分かんないんですけど、レベル4とか先に誰かに取られてバリアしてないと戦闘になるからね。え、どういうこと？どういうことですか？最終前に、うん、量も見てます、量も見てます。え、何、資源の方にもバリア張れるの？魔獣倒すとみんなに宝箱が送れます。ほう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 。ボーナスの方はなそっちゃったって感じですか？あら、まあ
な。え、待って、そんな、え、自分がバリア張ってると戦闘にならずにすごすごと帰ってきます。お、資源の方にバリア張るってこと？資源採取してるところにバリア張るってこと？え、城にバリア張ってたら資源のところに襲いにかかってくるよってこと？え、どういうこと？城にバリアがあるかないか。はい。城にバリアを張ってれば資源の方も襲われないってこと。あ、そういうこと？城にバリア張ってると自分からは戦闘にならない。資源採取中襲われるのは知ってるんですけど、自分がバリア張ってても相手がバリア張ってないと資源のところに行った時に襲われるよってこと？ですか？仕事のこと大変ですね。お疲れ様です。誰かが先に資源取ってる、うん、それは知ってるんですよ。それは知ってます。なんかバリアがどうのこうのっていうのが分かんない。どういうこと？そこがよくわかんないです。まあわかんなくてもいいよね。ダメ。どういうこと？やばい、理解してない。自分がバリア張っていると相手を襲わない、張ってないと襲っちゃう。ほうほうほう。え、そう、誰もいないところに行ってますよ。誰もいないところに行ってるけど、なんかそのバリアがどうのこうのとか襲わないみたいになってるから、どういうことってなってるんです。だから誰もいないところに行ってればいいんですよね。今話してる、みんなが全部話してるのはバリア、じゃあ誰かがいるところに行った時の話ですよね。え、どういうこと？遠いと自分が着く前に先を起こされる。うん、分かってますよ。だから採取しに行く場合は誰もいないところに行けばいいんですよね。簡単な話、バリアどうのこうのとかじゃなくて誰もいないところに行けば何にもならないってことですよね。高菜さん大好きです、ありがとう。
ありがとうありがとう。え、違うの？先を越される場合もあるんでしょ。先を越されなきゃいいんでしょ。先を越されなきゃいいんだよね、きっとね。でしょ。先を越されない、相手のところに行かないだったら大丈夫なんでしょ。大丈夫でしょ。え、そうだよね、そうだよね。めっちゃ簡単な話やん。めっちゃ簡単やん。うんうんうん、そうしてるよ。大丈夫だよ、大丈夫。ありがとう、教えてくれてありがとう。大丈夫。あのね、遠いとこに行ってる時はだいたいね、スピードアップしてるから 75% スピードアップをしてます。はい。25% もめっちゃあって、はい、なので大丈夫です、ご安心を。てなわけでちょっと終わりにしますね。男女読みます。13位まるまるさん、13位まるまるさん、12位、よしきさん、12位よしきさん、11位なりしたさん、11位なりしたさん、10位タッチンさん、10位タッチンさん、9位グッピーさん、9位グッピーさん、8位、ハブトゥーセブさん、8位ハブトゥーセブさん、7位ペンギンさん、7位ペンギンさん、6位カブさん、6位カブさん、5位マイクさん、5位マイクさん、4位パンダの帝王さん、4位パンダの帝王さん、3位ディヤマさん、3位ディヤマさん、2位ノンノンさん、2位ノンノンさん、1位リョウさん、1位リョウさん、ありがとうございます。そう、あのね、あれで書いてます。カンフーショップで 75% のやつ書いてるんです。お得です。はい、てなわけでこの後ローモバのチャットに集合してください。ありがとうございました。また会いましょう。ルームバイバーイ、またねー。